ございます。こんにちは。こんばんは、リチです。美容系実況第94回ということで、今回はお魚ラッシュの方へ行っていきたいなと思います。ということで、三枚あたりのマグロが星6になって帰ってきたということで、早速そちらの方へ行っていきたいなと思います。で、今回、鈴鹿&妖怪シリーズが来てるのですが、完全スルーでブースの方に回します。ということで、現在72体目、なぜか微妙な数字ですが、行きましょう。お、4連鎖。あ、回復するやつか、こいつ。1、2、3。あ、いた。全然入んねえ、やべえ。5万って、ちょっと5万って。1、2。あ、いた。まずいな、ゴリ押しするしかこれマジでないじゃん。1、2、3、4、5、6。なんとか5万の以上の体力は削れたけど、問題がそれなんだよね。続けられるかっていう話やね。あー、体力が塞がれてく。こう行って、全然ダメだ。なんだこれ。とにかく顔を消して。紫とも来た。じゃあどうしたい。3個だからこうですな。1、2、3、4、5、6、7。いい感じだね。早い、スキル上がるのが早い。クラバーマン使っていかなきゃ。1、2。で、こうか。1、2、3、4、5。微妙いぞ。お、ドラゴンのスキル使いの、いけ、ミコロス戦の。おー、いいね、いいね。1、2。あ、いた。で、こうか。てか赤が上がってんのはまだ。1、2、3。青もないけど、青は別に。赤はまだやんね。6、7。そんなこと言ったら青いっぱい割れるしさ、赤割れねえしさ、なんなんこれ。チャンスプレーを消すか。1、2、3。じゃあ
どうしたい？ロコーナーからこうか。1、2、3、4、5、6、7、いい感じだね。これでいけるかな。微妙。アメキンスキルが上がった、使って、ぬいまいち。1、2、3、4、多分これでルルのスキルも上がるだろう。上がった。しかもドラコ早い。よっしゃ、終わった終わった。なんとかスキルでゴリ押してきたって感じか。でこう行って次が、なんか微妙いな。カタプよ。でまたそんなもんつくんねん。1、2、3、4。とりあえずカタプよ消す。そう、間違えた。違う、こう。あれ、とりあえずこうしたら消えるな。1、2、連鎖は続かないけど。あ、いた。ここでいっか。いっかじゃねえよ、ちゃんと考えろって話やな。でこう、とりあえず片付用とかで何かしてくるっていうわけではなさそうだね。あったら邪魔ですよ的な。ここ1。あ、いた。こう行ったらいけるかな。赤はな、重心的に降りたいんやけど。お、片ぽよが増えていく。1、2、3、4。これちょっともしかして一発で消えるかどうか試していいかな。ほい、消えねえ。まさかの消えなかった。1、2、3、4。んなことしてたら終わりそうやし。しかもあやーい、こう、え、してくるんかい。もういいわ、当たった。フルバッコ最後。よし、じゃあ、はい、ということで今回のお魚ラッシュは以上で終了して、続きまして不要フェス引きたいなと思います。ということでどうぞ。はい、じゃあということで不要フェスの方引いていきたいなと思います。あ、開けなかった、危ない。止まったか、止まった。ということで現在64個、10連で限定の赤いアミティ当たるかどうかですね。次元率の細胞が、え、まあパーセントという確率で。さて、引けるかどうか行きたいなと思います。はい、
てなかった。セレナ、5つ追加されたっけこれ。マーカス、パラーラ、アフマル、リで、ベリー、ネロ、あ、ネロさん、リズ、アコール先生、しかも星6で出てたの。インディーネ、赤いアミティの星6かと思いますよ。コール先生の星6来ちゃったよ。まあ、ということで今回のあたりはネロとアコール先生ということでね。出てくんな。いや、やめとこう。前回やったけど死んだし。まあいいや。ということで今回のブヨフェスの方とお魚ラッシュやったかなの方は以上で終わりたいなと思います。次回はミッションじゃなくてイベント情報によりますとストーリークエストが来そうな予感なんかね。ストーリークエスト、あ、でも素材いなくなってきたしコイン溜まってきたし多分いけるとは思うけどやる気次第かな。でその次はプワブ夏祭り、夏祭り、クエストでアイテムを集めて限定カードをゲットしよう。ふわふわつまずり、なんだろう、ちょっと楽しみ。なんか夏のイベント系わからないけど、まあ、いや、ということで今回の実況は以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はまだの方でこの動画を気に入っていただけましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。この他にも実写チャンネルニコニコ生放送もやってますのでそちらも合わせてお願いします。パソコンで見ている方はこちらにあるボタンからチャンネル登録とお願いします。このチャンネルのチャンネル登録はこのボタンから、実写チャンネルチャンネル登録はこのボタンから、この動画の再生リストはこのボタンからそれぞれお願いします。スマホタブレットなどで見ている方は下にある動画説明欄にリンクが貼ってありますのでそちらからお願いします。また皆様のご視聴をお待ちしております。バイバイ。